新型コロナ感染症の広がりがまだ完全には収まらないが、今年も令和4年を迎えた。私はこの年の2月、米寿を超えて89歳となる。私は毎年の初詣に大阪府箕面市にある勝尾寺に来ている。山の上にあるお寺の本堂まで緩やかだが長い階段が続く。この階段を登り切ることでまだ歩けるというのが私の健康の証のようにも思えるのだ。今年もなんとか無事に登れてほっとした。今年もいい年でありますように。だがあれだけの階段を上がってくるのはさすがにきつくなった。少なくとも5年前は平気だったが、今年は途中何度も一息入れながらの登りだった。早いもので最愛の妻が亡くなってから8年が経つ。妻が可愛がっていたベランダの花壇の花が今年も無事咲いた。枯らしてしまっては申し訳ないと毎日水をやっている。昨年米寿のお祝いにと長男夫婦が送ってくれた座椅子、なかなか快適で気に入っている。また次男一家は私を中心に家族を描いた似顔絵を送ってきた。特徴を捉えた似顔絵にちょっと照れながらも壁に飾った。二人の孫も社会人になって独り立ちしている。日常生活では自分でやらないと誰もやってくれない。もっとも手抜きも増えたが、健康には特に気をつけている。血圧、体温、一日歩いた歩数、これらは毎日記録し、月1回かかりつけ医者に見せてチェックをしていただいているが、今のところ合格の判定だ。新型コロナウイルスが入り出してこの2年、いろんな行事が中止となった。特に緊急事態宣言が出されていた時は、町から人が消え、店も閉まってしまった。電車に乗る人も少なく、
関空も閑古鳥が鳴いていた。もちろん周りの活動や行事も中止だ。コロナの流行が一旦収まってきた今年になって活動が再開され、がぜん以前のような忙しさになってきた。私の住むマンションの老人会健やかオリーブ会の会長という任務を抱えて、緊急事態宣言中は中止していたいろんな活動が再開した。老人会の運営には何かと課題が多いが、住民同士の交流は得るものが多い。肩を上下する運動から、妻が元気な頃、写真のグループに入って活動していたが、妻亡き後、私が後を引き継いだ。モノレール駅などに写真を出展している。この写真の方々とのお付き合いもまた楽しい。妻亡き後、葬儀社の公益社という会社の紹介で NPO 法人支え合いの会に入会。各種の行事に参加できて楽しかったが、ここも新型コロナウイルス感染症のためほぼ活動が取りやめになった。同じ境遇の人たちと語り合い、お食事を共にしたり、小さな旅を楽しんだり、歌を歌ったり、楽しかったのに、コロナのせいで残念だ。私の本来の趣味は、小型映画制作。まあ、ビデオですけども、この道55年。おかげで全国の多くの仲間と知り合い、楽しみ合い、人生を豊かにしてくれている。この道50年を記念して、東京と大阪で映像リサイタルをやったことが忘れえぬ思い出だ。ありがとうございました。感謝ございます。それから今年でちょうど50年目になるわけでございますね。まあ、それを一つの一区切りとして、こういう
イベントを催させていただいたようなわけでまして、まあ、これが映像の終わりとは思っておりませんで、まだ元気な間は。映像作品の発表会は毎年開催しているが、コロナのせいで制約を受けたり、コロナ対策で手間が増えた。しかし発表会を続けられているということにまずは感謝。仲間たちのおかげだ。せっかくの姿勢は、ね、はい、どうもありがとうございます。皆さん本当にようこそおいでいただきました。今年になってこういう集まり、今年令和4年4月15日NHK の全国放送きん5時という番組に出演。打ち合わせから本番まで大変だったが、生涯忘れ得ぬ思い出の一つとなった。これも映像をやっていたおかげだ。はい、新コーナービヨンド1970万博です。まあ、3年後に大阪・関西万博が開催されますが、52年前、1970年の大阪万博ですが、あるものが実はこう流行した、これ現代の流行にも通じるある出来事が爆発的に広がったイベントでもあるんですけど、やってらっしゃる、いわゆるあの撮影する携帯というか、カメラで撮影しますよね。はい、個人による映像の記録なんですね。はい、まあ、もちろんスマホなんかないですので、どうやって映像を記録したかというと、それがこちらです。うわー、なんか家庭用の8ミリカメラなんですよ。これうちにもありました。ありました、懐かしいような、なんか、で1970年代に、はい、ね、あのこの万博、はい、それを訪れて記録された映像が実は全国各地に眠っているんですよ。でそこに光を当てますと、世界の最先端と接した驚きですとか、その時代の夢、希望、それだけじゃなくて、どっか懐かしい大事なもの、家族との絆であったり、温かさといったね、現代の私たちも改めて 大切にしなきゃいけないものがこう見えてくるんじゃないかと、それを探ろうというのがこの企画でございます。はい、第1回はその会場だけではなく、家族の日常への影響を描く作品まで作った方を取材しました。ご覧ください。大阪市内の学習センターに来ています。こちらに当時のフィルムを撮影した方がいらっしゃるということなので、訪ねてみたいと思います。今何か上映会が行われてるみたいですね。行ってみます。こんにちは。こんにちは。皆さん、なんかもう早速懐かしい映像が流れてます。いや、毎年映像好き人間ばっかりで集まって映画をやってるんですけど、1970年の万博の映画を久しぶりに見ようじゃないかと。いやー、これ52年前の万博を撮影したのがこちら、会長の郷原和夫さん、89歳。早速しかし、何と言っても何十年も続く趣味仲間とのお付き合いはいい。毎年の定例会で作品を見せ合ったり、喫茶店で映像談義に花を咲かせたり、最高の生きがいである。令和4年5月、この2年コロナで実施できなかった我が大阪ムービーサークルの一泊撮影会が実現した。やはりいいもんだ。乾杯。乾杯。はい、夜の懇親会も3年ぶりとあって、ビールの味もまた一味違った。
行事や予定がない日は家で原稿を書いたり書類作りやチェック作業に追われて何も一日やることがないということはない。デスクワークはそれが人のために役立っている大事な仕事だと思うとやりがいがある。書類に追われているときは机の周りは散らかし放題。先日紙に滑っていたあと尻餅をついてしまったことがある。少なくとも通り道は開けとくべきだ。佐渡へ佐渡へと流れる雲に乗せて行き、心のストレスを感じたりパーッと気を晴らしたいとき、一人カラオケを楽しむことにしている。家では大声は出せないが、カラオケのお店で大声を出すのは健康のためにもいいらしい。第一、気持ちがスカッとする。あなたに会いたい、これを忍んで泣く気の私も令和5年2月90歳を迎える。今のところ90歳の壁といったものは感じられないが、一見元気でまだまだこのままいけそうな気もするが、そろそろ会長というリーダー役は元気のいい適任者に引き受けてもらわないといけない。これも先輩としての私の務めだ。しかし引退するのではなく、これからもみんなのお役に立ち、自分も生きがいのあることを自分なりに考えてやっていこう。そのために毎日平均7000歩を歩くこと、体操などで体を動かすことだ。そして一日一日を楽しく充実した日々を送ろう。の壁、それは自分で跳ね返していくほかない。そして来年の初詣も勝王寺へ登るぞ。